どうもルイです。今回はですねメタルストームやっていきたいなと思います。とで、まあこちらの作品なんですけど、まあ、フロントミッションボーダースケープの、まあ、続編というか、まあ、作り直してメタルストームになったみたいですね。まあ、なので、まあ、ほとんどフロントミッションみたいな感じですね。ただまあその会社の方が、まあ、中国と香港の方の、まあ会社になっているという感じですね。まあ、フロントミッション好きはまあちょっとやってるかなという感じです。でまあ進めてたんですがちょっとね気に食わない感じだったんで、まあ、ガチャの結果がね、まあ、なかなかね渋いんですよ。なのでまあ今リセマラの方をやってるんですけど、まあ、このリセマラがなかなか大変ということで、まあ、リセマラのやり方とかね、まあ、どのような結果でまあ終わろうかなというような話をしながらちょっと進めていこうかなと。でまあ、結論なんですけど、まあ、メールアドレスの方を複数あれば、まあ、その分ね、何回でもリセマラできるという感じですね。で今、最初ゲストでログインしたんで、今ゲストログインになってるんですけど、まあ、これアンインストールしてもゲストの、記録ですね、データは残ってしまうので、まあ、ゲストはゲストという感じなんですけど、でまあ、こちらサーバーなんですけど、まあ、今7サーバーありますと。なのでまあ7回ね、まあ、やり直しが効くという感じになってますね。でまあこの7回やり直したけど気に食わない場合ですね、このゲスト と、他のもの と、連結は、連結をさせるわけではなくて、メールアドレスを登録することによってそのメールアドレスでさらにまたサーバーでね選んでやっていけるっていう感じなんですけど、まあそちらの方はねまあちょっと後でやりますと。で今ねあのサーバーの方まだ一箇所空いてるんで、まあこちらでねリセマラを続きやっていこうかなという感じですね。まあどんな感じでやってるかやっていきましょうか。いやマジで大変。でまずねスキップできるところはまあスキップしてもらったらいいかなと。まあちょっとノース連合軍第7機動隊応答。まあ、これ全部見てたらね結構時間かかるんで。目標でも完全にフロントミッションと。という感じですよね。とどめは射程破損。はい。俺、おい。でまあそのリセマラの方なんですけど、まあ自分の方はねその。パイロットの方でリセマラしてますと、このね機体をねリセマラしようと思ったらなかなか長いんですよ。しかも確率とかもあるんで、自分のおすすめはちょっとパイロットでリセマラをしてちょっと進めていくのがいいんじゃないかなと思ってますね。でまあ、今あのローズさんが出てたんですけど、まあ、狙うべきは、まあ、1体はねそのローズを狙ったらいいと思います。俺のS。で、まあ、この辺は、まあ、あの指示に従ってやっていくという感じですね。ここをタップ。これからの作よし。でまあこれまあ何でもいいです。あとで塗装はね変えれるんで。よかった。さっき装備した3つ。
まあ、この辺もまあ指示に従っていくだけという感じですよね。ただね、そのパイロットの、まあ、リセマラでも結構長いです。これがね、結構長いんですよ。本当に早く終わんねえかなと思っております。もうこれね、もう7回目やからね、もうこいつと戦うの。ずっとリセマラやってるっていうね。まあでもね、このガチャが本当にね、まあもう本当厳しいんで、まあ、粘る価値はあるんじゃないかなと思いますね。グランザカミト、ジリジリ。このね、機体の一式の、まあもちろん機体一式も当てれたら、まあそりゃ押したことはないんですけど、まあ、そこまで絞るとなかなかもうね、もういつまで経っても始まらんという話になるんで、まあ、自分のおすすめは、パイロットで、まあ、リスマラするんがいいんじゃないかなと思ってますね。大丈夫かディアナ。分かっ、状況はこ、確か完全。でまあここは左にずらすだけと。見えた。終わったみた。とりあえず。ねえカイ。でまあ、一応名前の方は、まあ、自由につけれるんですけど、まあ後で変更しようと思ったらまたその石みたいなのが消費するんで、まあ、ここは普通にね、まあ、つけますと。まあ、自分の方はまあルイアットゲームチャンネルなので、まあ、ルイゲームでやってますと。登録完了。そのサーバーで 使われてる名前はもう使えないんで、かぶってたらちょっと名前変えるしかないという感じですね。他の人が使ってるとちょっと無理という感じです。で、まあ、ここは変えていくだけ、アラーシュに、変えていくだけですね。でこれで戻ると。助かるよグラン。さあディアナ、グラン、状況の報告を。カイ、お前、まあ、基本的にまあ指示には従っていくんですけど。無茶すんな。修理が必要になったら呼ぶんだぜ。助かった。敵に、敵主には接近し、まあ、ちょっとでも早く、倒そうかなと思うと、まあコアを狙うという感じですね。まあ腕を狙ってとか言われるんですけど、狙いませんと。コアを狙うと、まあ頭部ですよね。頭部を狙っていくと。まあ、バンバンヘッドショットを決めていくと。頭部を狙って。ターゲットロックオン。頭部を狙うことによって、まあ、一発でね、仕留めれるので、まあ、少しいいかなと。まあ、ここもう回復しません。まあ、別に回復してもしなくても一緒なんで。
腕から撃破しよう。右腕を狙って。今ここまあグランでね、倒せる場合があります。ここまあ今回倒せなかったですけど。あのグランの当たりが良ければもうあのグランで終わってるという場合がありますと。まあこれで OK ですね。楽勝だぜ。楽勝だぜ。さあもうこの楽勝だぜがねもうかなりもう何回も聞いてる。今このログインボーナスでまあセブンとナオミをもらえるんでね。で4日目にはまあ求人募集の証が5個ももらえるという感じですよね。衛星ネット俺の手元に。でここはリリーが確定という感じです。チームが強い。まあまあいろいろついてるんでまあもらっていきます。でメールとかも一括で受け取っていくと。今受け取れるものはまあ一応受け取っておきましょうと。まあこの辺は関係ないんですけどね。まあ、結局はこの0の5をクリアしないといけないんで、まあ、そこまではやりますという感じですよね。で、倉庫に行ってもらって、まあ一応ね、これ選べるんで、まあ、自分はロードランナーをちょっと開いてると。で、まあこれはやってもやらなくてもいいんですけど、まあ自分は、まあ、ロードランナーに、乗せ替えてるという感じですね。これの方がかなり強いんで、まあ、これでやってると。休憩と整備。新しい。くそ。またね、こいつの。こいつがめんどくさいんですよ。失望はさせません。ならば。まあ、このタイタンですかね。タイタンが隊長マックスタイタン。このデカブツがちょっとめんどくさいと。間違えたけど、まあまあいいわ。この弱点を狙って。なんていうんですかね。まあこれまあ射撃するんですけど、これねまあコアに当ててもね。あのダメージ入らないんで、あのまあ武器狙っていくという感じです。見えた。この武器を破壊しないと、まあ、ちょっとコアにダメージ入っていかないと。でまあここを、まあ、回復してもいいですし、まあ普通に突っ込んでもいいと、まあ、どっちでもいけます。でまあこの破壊点滅してるところ、一応ここはね避けた方がいいんじゃないかなと。ちょっと避けないで飛んだことないんですけど、ちょっと厳しいんじゃないかなと。一応避けて攻撃した方がいいんじゃないかなと思いますね。さすがにね。回復が必要だ。心配するな、俺が治すぜ。
まあ、この通信さえ避けていたら、まあ、別に回復しなくてもご利用しでも一応いけますね。まあ、この何て言うんですかね、このロケットランチャーというかミサイルというか、これさえ当たらなければ、まあ、クリアはできましたと。回復戦で2つの剣、まあ、どっちでもいいですね。で、まあ、これでまあ武器が、マックスがね破壊してくれたので、まあ、これでもう、コアにダメージが入ると。あとはもうゴリ押しですね。時間に気をつけて。見えた。回復が必要だ。まあこれでいけるんじゃないかなと思ったんですけど、ちょっと人が足らないと。でマックスに取られるか。マックスに取られましたね。こんな感じで、まあ、これをねもう7回やってますからね。インプラント完了。実験で、まあ、ここも普通に指示に従っていくと。ここはねもう従わないと進めないんです。実験体の次の、ごめんよカイ、実験体が逃走したぞ。見張りは。で、まあ、この0の5まで来ると、設定ですね。設定から、アニメーションオフにしてもらって、戦闘速度3倍にしてもらったら、これで開始です。やつらちゃん。でもここからねオート使えるんで、普通にオートで。接近して攻撃だ。腕を狙って。ターゲットロックオン。ただにこれオートで放っておくと、この会話で止まるんですよね。もう進めよみたいな。なんかここはもう触ってあげないといけない。でも全然オート使えるようになってからはちょっと楽になりましたね。ここまで来ると、ここまで来るとちょっと終わりが見えてくると。ただ1回のリセマラでやっぱりね、その早くやれば20分ぐらいまでにはいけるんじゃないかなという感じなんですけど、今説明しながらちょっとやってるんです。まあ、それでもねちょっと集中力がねやっぱりね持たないですね。なかなかずっとやってるとね。まああと飽きますし、同じことやってますからね。まあ、だから早くちょっと終わりたいのは終わりたいよね。早く進めたいと。ただ進めててやっぱりちょっと本当にパイロットも機体も全然してないんですよ。まあ、ガチャは回せれるんですけど、なかなか本当に。それだったら最初からちょっとやっても欲しいね。じゃあゲットしてからちょっと始めるのがいいんじゃないかなと。このエレベーターで再加速までいう感じになりますよね。楽勝だぜと。でまあここでまあ格納庫で戻ってもらったらいいんですけど、格納庫やね、格納庫で戻ってもらって、でまあ、イベントね、これ0の5クリアしたんで、これ、チケット1枚もらえますと。なので、もらうと。
で、これでスカウトに行けますという感じですね。で、ここで、まあ、10連で、S クラス1体確定、まあ、これも回せれるんですけど、まあ、これは後でも回せれるんで、今ね、11月22日までのローズガチャと、11月20日までのシルビーガチャ、まあ、これ、2つあります。で、まあ、コアンのガチャも来てるんですけど、まあ、結局はね、狙うべきは、ローズかシルビーなんですよ。で、このローズかシルビー、まあ、どちらかをゲットして始めるのが、まあ、リセマラ終了ラインかなと、まあ、個人的には考えてますという感じですね。じゃあまあ、シルビーか、まあ、ローズ、まあ、どちらを狙ったらいいんだいという話なんですけど、まあ、ここはもう本当にお好きな方でと言いたいところなんですけど、まあ、本当にどちらでも大丈夫な感じですね。ただ終了期間が11月20日までと11月22日までなんで、まあ、シルビーの方が若干早く終わってしまうということなんで、まあ、自分はねちょっとシルビー狙いで行こうかなと思いますと。じゃあ行きます。行きますっていうか、ちょっと提供割合ね、提供割合が一応ね 1.5%で、ピックアップされてる選手は、シルビーですよと、これはね。シルビーが一応ね、一応出やすくなってるという感じなんですけど、ちょっとピックアップマジで仕事してくれという感じですね。じゃあ行きましょう。10連で、これでね、10連回せるんで、お願いしますと。もう終わってくれ、マジで。お、一体来てる。見ねえ顔だな。やり手ならうちの団に入るでやんすよ。今ね、ちょっとお頭のフリーダ様が面倒を見てくれるでやんす。あれね、 S クラスです。シンダーズの軍医兼小隊長を務める。さあ、あとはシルビーが来るか。予見。Yo friend。三体目。俺っちはピップ。さあ4体目。あんたが新しい雇い主か。さあ5体目。うちがアリソンドール、ドールグループの子。さあ6体目。トン貨物の運送依頼ならな。さあ7体目。フレンド、俺っちはピップ。なんでも。見ねえ顔だな。9。アーシはレン。ナオミかよ。ナオミだよ。サイバーバトルはマジ任せるし。マジでいらんわ。やっと面と向かって自己紹介で。あたいはアンナ、ノースレンゴ。まあ、こんな感じでピックアップがね仕事しないんすよね。これまあこうなるじゃないですか。いやーマジで来たと思ったけど、来んよね。まあ、これでまあシルビーとかローズがね引けたら、ちょっと自分は終わろうかなと思ってたんですけど、まあ続行ということですね。一応ね、7サーバーのうちのこの10連で S クラスもう一回来てるサーバーあったんですけど、当たらんのよ。ローズもシルビーもピックアップされとんのかっていうぐらいで、まあその時はマックス引いたんですけど、本当にそんな感じですね。はい、まあでこれでまあゲストの7サーバー使い終わりましたということなんで、まあ一応受け取っておきますけど、もう、まあ、使うことないだろうなと。でまああとログイン画面にとりあえず戻るという感じですね。とりあえず戻りましょうか。はい、戻ってきました。で、ですね、この右側のこのアカウントですね、このアカウントの方から、この、E メールっていうのがあるじゃないですか。これで、
会員登録されてない方はこちらってあるじゃないですか。これで、まあ、これであのメールを登録していくという感じで、まあ、このメールを登録していけば、まあ、その分ね、また7サーバー新しく、リセマラね、やっていけるんで、まあ、あのメールをね、いくつか用意してもらったら、その分何回も何回もリセマラができるという感じになっております。ということで、まあ、本日はこの辺りにしておきますと。とりあえずね、自分の方はリセマラを続けて、また終わったらね、またちょっと何か動画出したいなと思いますので、まあ、よかったらチャンネル登録の方、投稿とかの方よろしくお願いしますと。それでは皆様また。